はい、えー。動画をご覧の皆様、竹内です。こんにちは。今日もどうも。えっ、ー、とですね。えー、まあ、札幌開催が、えー、本日より、えー、スタートいたしました。まああのー、まあ、開催ね、開催週です、ね。開催週の、その開催日の、真、まあ、ったん中なので、ね、あまり長い、えー、話はできないので、ちょっとミニネタをね、小ネタをちょっと見せていきたいな、ということで、えー、やっていきたいと思います。す終わります。 えー、札幌芝ディープインパクト3区、これ関西はですが、あのー、成績がね、良い良いなんて、まあ、言われるうー3区ですね、この札幌芝条件で。ただ、当該周販路持ち時計で見ると、ちょっと成績が面白いぞということで、まあ、当該周販路持ち時計っていうのは、まあ、過去のね、当該周販路の最速時計、あのー、を積み,重、ね、積み重ねていって、まあ、その中で一番早かったものを持ち時計とするわけですが、えー、60.0秒以上。 非常に成績が悪いですね。回収率52区しかありません。えー、まあ勝率なんかを見ると53.9部以下は非常に良かったりとかしますし、回収も高いんですよね。で、まあ、54.0から55.9っていうのはまあ分母数が多い、ただ2着がね、勝率悪いんですけど、あの連帯率で見ると別に悪いわけじゃないので、えー、この開催まあまあ、とま,あまた来年とかも含めてですね、ここが良くなっていけばまあいい。あの 良くなっていくのか、本当に悪いままなのかっていうところは、ちょっと、あのー、経過を観察をね、僕も皆さんもしなきゃいけないなっていう部分だったりするんですけど、僕はなんか、こう良くなっていく気がするので、基本的にはやっぱ60.0秒以上しか持ち時計がないのはちょっと疑った方がいいんじゃないかなという感じです。で、えーまあ、キングカメハメハ3区もいいと言われるんですが、えー、時計なし、いわゆるこれだから、新馬戦なんですよね、あのー、札幌デビューする販、まあ、路時計、その週にしてることなんかま、まずないですから。 いいですよと。それ以外の馬、えー、51.9秒以下は、まあ、回収率高いですよね。もう見ても通り高いんですが、それ以外、うんえー、回収率も勝率も悪いという感じですね。ただこれもですね、あの怖いのが52から53.9、54から55.9とこうよく見ると2着の割合は結構あるので、これが1着の方に触れ出すんであればね、今後、まあ、成績が良いというゾーンになるかもしれません。ただこれはちょっと、 ちょっと予測は立たないので、これこそじっくりいい見て観察していく方がいいかなというような、えー、特徴だったりします。はい。まあそんなわけで短いんですがえ、最近あの短く撮らないとですね、あのマイクになぜかすごくあのノイズが入って、あのもう本当にやる気をなくしてお蔵入りになったような動画も結構あったりしますし、あの ちゃっちゃとね、やっててもいいかなという感じなんですが、ぜひね、あのこのチャンネル、こんな感じでやってますので、チャンネル登録していただければ嬉しいなということと、えー、競馬特番ボーイチャンネル、予告通り第8回、収録終わりました。収録中にね、Facebook にあの写真アップなんかしましたけど、まあ今回もちょっと競馬から脱線したり、競馬に戻ったり、皆さんついてくるの大変だと思いますが、7回がね、大好評だったり、 まあ、ロケの動画も再生回数が10万回ぐらい、10万再生を超えたのかな。ということですごくあのパンダスタジオさんも喜んでて、チャンネル登録者数も1000人を超えたと、まあ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 、皆さんすごくモチベーションをね上げているので、あの皆様からの,、ね、そのチャンネル登録であったり、再生であったりっていうのがあの僕だけではなく、結構あの大きなあのパンダスタジオさんのモチベーションにもつながっているので、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録をして もっともっと、えー、パンダスタジオにプレッシャーを与えていただければなと思います。そう、実はだってパンダスタジオさんってあの地上波のテレビとかも撮ってるスタジオだったりするんでね、あの、本当に僕なんかがこんなちょっと遊び半分で使うっていうのは、えー、よろしくないかもしれないんですが、あそれでもあの、すごく楽しんでくださってるのよね、スタッフさんたちも。まあ、皆さんもぜひぜひ応援してください。というわけで、えー、7月最後のアップになります。竹内でした。さよなら。